いじめシリーズは、五十嵐薫による日本の漫画作品。2005年から、チャオデラックス及び、チャオにて不定期掲載。後に、ノベルス版と文庫版も展開されるようになり、それらは、主人公が複数性となっている。小中学生女子のいじめをテーマとした短編シリーズ。主に被害者の目線から描かれている。シリーズ1作目の単行本では、大問題に、正面から取り組んだ衝撃の話題作であると謳っており、2015年頃にはインターネットや新聞で話題沸騰となった。2012年には OVA としていじめいけにえの教室がアニメ化されている。2019年からはボイスコミック化が行われ、チャオの YouTube チャンネルにいじめいびつな心、いじめ最後の願い、いじめ、明日に向かってが投稿されている。このほか、五十嵐が本シリーズと並行して描いた短期連載の終わらない歌を歌おうと学園クライシスもいじめ問題を重点的に扱った作風になっている。2009年からは同社のチャオノベルスより小説版が刊行開始され、2012年には小学館ジュニア文庫より新シリーズとして別の内容の小説版が刊行開始。2013年には、五十嵐の出身地である新潟の新潟市漫画アニメ情報館にて、8月から10月31日まで本シリーズの原画展が開催。2017年1月23日、第62回、小学館漫画賞受賞。2019年8月時点で、累計発行部数は270万部を突破している。ストーリーの多くは、いじめの被害者である主人公の少女が自分の境遇を克服して立ち直るまでの過程を重点的に描いており、対する加害者の少女たちは終始一貫して悪人のまま反省も謝罪もせずに罰せられる場合が多い。読者として主に小中学生の女子を想定している関係上、ストーリーは基本的に女子のみで進められ、男子のキャラクターが登場することは滅多にない。しかし、小学館ジュニア文庫版の小説では、名前付きの男子キャラクターが原作よりも多めに登場する。各登場人物や学校は毎回異なるが、一部のストーリーでは人語を介する謎の黒猫、ノアが登場することもある。ノアを介して主人公たちはいじめから立ち直るため、主人公たちから見ればノアは、救世主のように描かれているが、いじめを行っている加害者に対しては殺人をも、厭わない冷酷さを見せることもある。作者の五十嵐は、主人公の辛いシーンを描くときは、自分も辛くなり、体調を崩して寝込むこともあるという。しかし、五十嵐は、いじめられている主人公の気持ちにできるだけ寄り添いたいからという理由から、アシスタントに手伝ってもらうことはせず、一人だけでこの、シリーズの原稿を描いているという。チャオ2008年2月号から開始されたシリーズ、裏切りの放課後でも、五十嵐自身ハラハラしながら本作を描き、主人公の浅見が辛い時に五十嵐も辛くなり、ペンが止まってしまうこともあった。浅見が友人の瞳子に裏切られた時は、五十嵐も悲しくなったり怒ったりと、一喜一憂しながら描いていたという。チャオ2012年11月号に掲載された読み切り、いじめ失われた誇りでは、読後に楽しい気持ちになれる漫画ではないが、何か心に残るものになっていたらいいと、五十嵐は考えている。この読み切りでは、主人公のなるみの気持ちがなかなかつかめずに、ネームの段階でとても苦労していたが、漫画が完成した時に達成感があったと語っている。本作が小学館漫画賞を受賞した際に、五十嵐は、初めはたった一本の読み切りから始まり、今日まで本作を続けることができたのは、読者と編集者に恵まれた結果だと思っていると、感謝を述べている。2018年10月頃には、五十嵐は、話を考えるのと同じくらい、主人公たちの制服にも頭を悩ませていると、語っている。編集者によると、小学館ジュニア文庫で刊行された小説のシリーズは、真実が明らかになっていく過程は、ミステリー小説のようであり、問題の複雑さ、難しさを、今回は、より深く描いているという。小学館漫画賞を受賞した際の本作に対しての審査委員のコメントは、いじめそのものをテーマにした作品の異色さ、社会的な問題を扱うという意識が慈悲深いという意見が多かったと、小説家の角田光代が語っている。シリーズ4作目、いじめ勇気をくださいが発売された2010年10月の時点で、累計95万部を突破、約1年数ヶ月後の単行本が5冊刊行された2012年2月の時点で、累計発行部数が140万を超えるヒット作となる。シリーズ11作目のいじめかりそめの教室-では、自分も立ち上がろうと思ったなどと反響の声が届いたという。15作目のいじめから終わらないゲーム-は発表時に話題になり、16巻目のいじめから冷たい手のひらに収録されているリスタートも話題になった。いじめいびつな心に収録されている始まりの時は掲載時に評判を呼んだ。チャオ2012年3月号の付録 DVD チャオチャオ TV に OVA いじめいけにえの教室を収録。ナレーションは幸田佳穂。私立星華女子学園に通う古城聖羅は、大会社の社長である父親の多額の寄付を背景に、生徒も教師も逆らえず、少し気に入らないだけで、他の生徒を生贄と称し、全校生徒を巻き込む集団いじめを行っていた。後輩の君島彩花へのいじめを楽しんでいる、聖羅だったが、思わぬ事態が起きる。いじめシリーズから以下3作品のボイスコミックが2019年8月から2020年2月にかけて、チャオの公式 YouTube チャンネルに投稿された。ありがとうございます。